西田のシュート、まだあるぞ。平井です、自分で行くか、佐藤のパンチング、よく出ましたね。キーパー川原がいました。もう一度攻撃から藤田、チャンスやる、神田のシュート、またミドルシュート、ここは枠の上でした。愛媛が積極的に攻めています。そうですね、はい、その前のシーンからなかなかちょっと熊本が前線から行くんですけど、守備が決まらなくて、最終ラインがこう出れてないんで、非常にこう愛媛としては裏のスペースも使える、足元も使えるっていう状況になってますよね、この時間帯はね、はい、ですがゴールネットは揺らされてはいません、熊本、村上がワンタッチで島田、いいトラップ、前が開く、開きましたね。1対1でシュート、パクソンス弾きました。決定機は熊本、島田のシュート、まあ、左利きですので少しもどかしい感じがありましたけども ね島田とパクソンスの対決、ここで右でいけるかなと思ったんですが、強引に左に持ち替えて少し守る余裕ができたでしょうか、パクソンス。ですがコーナーキック1本目、さあ先ほどまで少し押されていましたので熊本のチャンスを迎えます。グラウンダーのパス、神田、取れるか、白井、白井が取って、白井のシュートは熊本の選手に当たってコーナーになりそうです。粘っています、熊本センターの足に当たったようにも見えましたが、よく粘っています。こぼれは愛媛が取ります。藤田から神田です。林道が残っている、林道から小島、タイミングはドンピシャでしたけれども枠の中ではありませんでした。ちょっと難しいヘディングですか。そうですね、下がりながらになりましたからね、はい、ギリギリのところで熊本は守っているという印象があるんですが、上田、そしてアン・ビョンジュン、園田、ヘディングの強い選手が揃っています、熊本。さあ試合が動くのか、パクソンスちょっと交錯していますが、インパクト選手が、熊本の選手が倒れていますが、ちょっと動きが上田とパクソンスですね、俺さ工作したようにも見えましたが、ちょっとすぐに起き上がることができません。上田に対してイエローカードが出たようです。もう一度、あ、パクソンスが立ち上がったようです。少しヒヤリとしましたが、あ、突っ込んできたのは9番のアン・ビョンジュン、前線で体を張りながら今一ついい後半の立ち上がりを見せた、出ましたね、さあ今度もスピードがある、自分で持ってシュートは、いや触りました、佐藤明宏、プレーが終わった中断されたところで神田、神田からもう一度今度のシュート、よく触った佐藤、神田から今度ホットラインはできてるんですけどね、このシーン小島いいパスだったし、川原とこうやって人と絡んでいくことをシンプルにやっていくことが簡単にできるようになってくれば、はい、やっぱりこう相手にとってすごく嫌な選手になりますよね、はい、この選手はデビューした庭志音です。初出場、明治大学から愛媛に来ました、奪いましたね。さあ川原、そして庭、思い切っていってもいいところですが、庭のシュート、決めました、愛媛が決めた、庭が決めました。いやー、初出場でデビューでゴールしました、庭師匠、ここでいい形でボールを奪って、はい、あれ安田も走ってるんですよね、なんでディフェンダーとしてはコース切ってるつもりなんですけど、はい、このシーンです。逆サイドもう少しあれですよね、前を詰めたかったんですけど、佐藤から前でクリアします。あ、ここで試合が終わりました。最後よくしのぎ切りました。愛媛が勝ちます。1対0で7節、熊本を下した愛媛 FC。